はい、皆さん、こんにちは。はしたごです。えー、今回、メンタル発行3回目、3日目、えということでお送りしたいと思います。今回は事務所で、えー、CD が置いてあるね、こういう変な倉庫みたいなとこでお送りしております。車の方はね、今日出てないので、うん。 ってことで、えっと、前回、早寝早起き、プラス1で、人生、超晴れ、晴れ晴れ、オンザサンシャインってことで、うん、お送りしたんですけど、それでコメントね、いただいて、細見さんですね。えっと、僕も、え、9時から10時とかに、朝起きて、ちゃんと、その早寝早起きを守りたいと思います、みたいな感じでコメントいただいて、うん、ほんと、ぜひ、やっていきましょう。うん。そうすることにより、なんか、ま、一度もね、お会いしたときないですけど、ま、ツイッターでね、あの、一応やりとりはしたりとか、いろいろ、こう、絡んだことあるんですけど、お会いしたときは実際ないんで、でもね、こういう場面を通してコメント、 とやり取りしてからこそなんかこうまあお互い sns でね見てたりするんであ今日やってるねあ上げてるねっていうのが確認できたりするんでね縛りを自分につけてうまくさらに継続できるんじゃないか3日スキンヘッドにならずねやっていければなと思いますで今回はそういったことも含めでコメントねくれた細見さんも含めなんですけどまあいわゆる今回のテーマ仲間を裏切るななんかなんか熱い感じになっちゃったんですけどなんかそうふと思いましたねうん。 仲間っていうか、なんかそういう、一度お会いも、お会いもしたことないですけど、まあコメントくれたり、こう、自分のフォロー、フォロワーだったりするわけじゃないですか。うん。っていう人っていうのはもう、なんかすげえ仲良くない、性格が合わない職場の人とか、なんか色、ろいたりとか、なんか友達関係とか、なんかそういう人間関係よりも、なんかこう、身近にいて、そういう人よりも、もしかしたら、そういう、一度もお会いした時いないけど、その自分と趣味があったり、なんかそういう考え方とか、 こうなんか遊びとかいろんなの含め合う。コミュニティの中で一度もお会いしてたくないけど、仲間みたいなの方が強いんで、なんかそういう方は裏切りたくない。ま、もちろん大事な友達家族とかそういうのもそうですし、本当のそういうリアルの仲間もそうですし、こういうコミュニティの中の仲間、もうなんか裏切りたくね。えな。裏切らない方がかっこいいなみたいな。うんと思って。それも一つプラス1プラス2の一つとして。 今後より意識していきたいなと思いました。で、やっぱそういうことにより、なんかこう、なんつうの名誉とか地位とか財力とか、なんかそういう人間生きていく人生のなんか糧とか、なんつうのなんかこう、こういう、なんかそういう目標とかそういうふうに豊かになりたいとか、よりも、より、がある中のベースって、なんかそういう仲間を裏切らないとか、なんかこう、大切にするとか、うん、なんか自分の好きなことを一つやり、や,やっていくっていう。 ことが、なんか、祈るってどういうことか、まあ、前回も言いましたけど、あれかはわかんない、人それぞれ結果とか、そういうのはあるとしても、まあ、分かりやすくて言うとお金ですよね。でも、お金で、それが大金持ちになるお金を生む、生まないじゃなく、なんか、やっぱそういうところがベースであると、まあ、これ綺麗と言ってんじゃねえよかもしれないけど、いや、つっても、僕はなんかあんまり超、ザラザラ持ってて、あれ、してても、なんか別にかっこよくないなと思いますよね。だし、僕の見てる、なんか超富豪 超富豪とか超かっこいい人たちとかお金持ってるバッチバチになんかもう、ま、1兆円手前持ってるまあ、知り合いまでいないませんけど、なんかそういった人とこうお会いした時にとか、まあ、ちょっと知り合いになって友達こうなった時の人たちは、やっぱりでも、そういう僕があった人は、なんか熱かったしね、かったって、熱苦しい意味じゃないです。そういうなんか、うん、そういうの大事にしてましたね。うん、やっぱり。あんなん金、ね、稼いだもんか実写みたいな。 なんかそういうことじゃなくて、やっぱそういうとこ大事にしてきたから仲間も大事とか、なんかそういう好きなことをやり遂げるとか、なんかそういう、筋ってまた気持ち悪い言葉なんですけど、そういうのを通ってるからそこに到達してるなっていうのは感じましたね。うん。なんかこう、ギラギラしてるけ、しててとしてもそういうとこがあるし、落ち着いてそういう位置にいてもそういうとこ死んか、死んっていうかピッて取ったりするし、お金持ってもこうかをっていう人たちが多いかな、多かったかなっていう気はします。だから多分、まあ、 結果の先にそういうのがあるっていうふうに思ってて。だって、ね、そうじゃん。アーティストの夜遊びさんとかもそうだし。まあもちろんソニーの付箋、なんかそう、そういうのって言ったってさ。言ったってこういうコロナ禍の中でのそういうものもあったり。で、こうみんなに届けたいっていうので、こういうね、YouTube とかを使ったりとか。で、そういう中でいろんなことが重なって運もあったり、こうタイミングがあったり、こう実力もあったりで、大ブレイク1億回とかもあってたりとか。 してて、ずっと、それで仲間のよ、あの、今いろいろさ、ずっと真夜中とかよろしかとか、まあいろんなね、ボカロ系とかも含めて、だから、何がどうなのかわかんないって言ったんですけど、でもそこにいる、携わるのは、なんかこう、継続がこう、線としてないと、バンドでもね、グループやってたりとかでも、こう、ものを作ってたりでも、まあなんか、結局ね、同じ会話になっちゃいますよね。なんか、こう、じゃないとこうなんないのかなと思ってて、でも、でもそこに、やっぱ仲間がいると、 裏切らない、裏切られないっていう仲間がいたりすると、すげえ励みになるし、なんか目、目咲かれな。でも俺かっこいいと思ってるよって。いや、俺超いいと思ってんのよ、マジで。世界で絶対、俺全然、今何々が流行ってるけど、いや、全然それよりも、死ぬ前に一曲だけ聴いていいよって言ったらお前の曲聴くよね、みたいな。だから、そいう人たちっていたし、いるし、僕も。うん、もっと世界で売れていいと思うよ、みたいな。っていう、なんか。 で、自分のフェイバリットアーティストみたいにいるじゃないですか。まあ、それがブランドでもアーティストでも、まあ、好きな人でも、ね、自分の好きな美容師さんでも何でもそうなんですけど、いると思うんですよ。だからそういう言い合える仲間で言われるようなこと自分1個持ってたらいいな、みたいな。で、やっていけたら楽しいじゃないですか。うん。レベル。コンビニに行く道もそれで楽しいですよ。うん。だなんか、雨、雨の日ってとか、なんかつまんないことあった日に、好きな曲聴きながらどっかに向かう。好きな曲を聴きながら。 全然気分違うじゃないですか。なんかそれと一緒で、そ,れその好きな曲、好きなアーティストと一緒で、その友達大事な仲間が一人いると、それが10人いたらよりもっと楽しいみたいな感じが増えていけば。で、まあ僕だったら映画作りたいなと思うんで、映画作るときに、まあ、例えば映像やってるやつとか、音楽やってるやつ、衣装やってるやつ、まあアクセサリー、ジュエリーとかやってるやつとか、まあヘアメイク、そのね、髪の毛やってるやつとか、まあ俳優やってる、 連中とか、もうこういったら全部できるわけじゃないですか。そいつらが全員、いやいや、お前、熱いよ、みたいな。よ、そうわかる、わかる。アメリカのなんかそういう感じ出したいよねみたいな。が、意気投合してやてたやつだけ集まって、でも自分映像の実力なかったら、そいつその友達がやったりとか、音楽だったら、ヘアメイクだったら、そいつがやる。で、一個が出来上がるわけじゃないですか。だから、うん。結局、仲間っていいなっていうふうに。ぶった話ではないです、別に。ってことで、今回は <laughs> これで、はい。以上とした、したいと思います。ってことで、 っていうことで多いですね。うん。チャンネル登録、あの、グッドボタンよろしくお願いします。えー、仲間を作って大事にしていけたら、さらに、プラスアルファ2、1、できるんじゃないでしょうか。ということでした。えー、また次回会いましょう。橋田ゴでした。バイバーイ。じゃあね失礼します。アディオス。